皆様明けましておめでとうございます。東海ラジオ森高俊です。さあいつものようにドラジからいつもの3人で月曜日お送りしていきましょう。そして SK48 チーム K2 ガチナイトサポーターの日高泉です。って感じだったね。初髪ですね。初髪初髪です。そして、スタジオコメンテーターはガチナイター野球解説の山崎武さんです。武さんこんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます、はい、本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで1日ではございますが、はい、いつもの3人でお送りできるというこの喜びをかみしめながら、はい、2018年一発目お送りしていこうと思います。いやでもちょっと気になることがあって、ね、ゆずきちゃんの顔がね、うん、今日はね見せれない顔してるんだな。そうそうそう、疲れてるんじゃん。いやいやいや、どうした、どうした。いや、あの疲れてるの。昨日ですね、お家に帰ってできたのが3時半なんですよ、うん、はいはい。まあ、それまではのカウントダウン公演といって、うん、あの SK もというと劇場でファンの方と一緒に年を越して楽しくコンサートしたんですけど、うん、そこで張り切りすぎたんでしょうね。ちょっと今日ねアイドルの顔してないの。あれどうした、大丈夫。休日の気を抜いた部屋の顔してるね。大丈夫。全然いつもと違いますね。 それじゃあ、じゃあね、あんまり寝れなかった。いやでもお昼ぐらい10時ぐらいに起きてるんで、うん、まあそこそこ寝てはいるんですけど。そうかそうか、取れなかったみたいな。なるほどね、はい、寝起きみたいな顔してる。そうですね。起きてから時間経ってるんですけど、はい、ということで、まあおそらくたけしさんよりも私よりも一番年末仕事したという日高優月でございますんで、まあささやかではございますが、私とたけしさんからじゃあお年玉です。本当ですか。はい、私から。本当ですか。お年玉をお受け取りください。はい、そしてたけしさんからもです。嬉しい。本当ですか。娘みたいなもんだからね。本当に嬉しい。ありがとうございます、はい、ただゆうきサポーター、中身は比べないでください。どうもどっちが名前書いてない、どっちか分かんないです。書いてある方がたけしさんです。あ、本当ですか。こっちですか。はい、はい、ということです。じゃあ後でちょっと、はい、ありがとうございます、はい、ゆずきの選手に直撃。この時間は今日はドラジからお正月ということでスペシャル対談の模様をお送りいたしましょう。はい、改めて、日高サポーターからご紹介ください。はい、私が、選手に直撃ということでこれ3回目なんですけども、うん、はい、その第3弾は、中日ドラゴンズドラフト1ルーキーの鈴木博士選手です。はい、鈴木選手は、静岡県の掛川出身で、うん、高校時代は控え投手でしたが高校卒業後は、社会人野球のヤマハに所属し、はい、最速157キロを武器に注目を集め、うん、侍ジャパン社会人代表にも選ばれ、はい、アジア選手権優勝にも貢献いたしました。うん、プロでも即戦力として1年目から大いに期待されている選手でございます。はい、ということで、はい、ではプロ1年目の目標などいろいろ聞いてくれました、はい、皆さんにお届けいたしましょう。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。そして初めまして、よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。もうドラゴンズのチームに合流する日が近づいてきていますね。あと入寮も間もなくって、はい、ところなんですけども、どうですか心境の方は。そうですね、はい、やっぱり、まあ、もうすぐ入寮ということで、はい、やっぱ身の引き締まる思いがありますし、はい、まあ、早くユニフォーム着て、うん、野球ができる日を待ってます。入寮ってことで、でも、ここに入る前のそのヤマハ時代の時も寮生活だったんですよね。はい、はい、そうです。だったらもう寮は慣れてるって感じですか。そうですね、もう逆に寮出たいぐらいの気持ちです、ね。うん、あ、本当ですか。はい、一人で暮らしたいみたいな感じですか。そうですね、はい、あ、そうなんですね。そうか、なんか寮で、まあ、一人で過ごすじゃないですか。はい、そのヤマハ時代の時って寮を帰ってきて何したりするんですか。映画を見てますね、よく。あ、映画好きなんですね。映画、はい、すごい好きで。うん、そうなん、まあ、テレビあるんですけど、はい、番組は全く見ないで。あ、テレビ番組、本当映画専用みたいな感じで、はい、見てます。そうなんですね。ちなみに好きな映画ありますか。まあ最近見た中で、はい、ちょっと感動した映画があるんですけど、はい、君の膵臓を食べたい。見ました。私も見ました。これ、ちょうど日本代表の飛行機で見たんですけど。はい、あ、そうなんですね。はい。いきに先輩たちがみんな見てて。はい。で、帰りに絶対見た方がいいよって言って。うん。泣くぞって言われたんですよ。絶対泣かないやろみたいな感じで思って、見たら泣いちゃいました。あれ泣きますよね。あれは本当にやばかったですね。7回ぐらい泣きましたね。一人で見に行ったんですけど、私映画館で。はい。いや、あれ本当にすごい感動しましたもんね。はい。よかった。一つ共通点が見つかって私は嬉しいです。野球を始めた
コロのお話を伺いたいんですけど、はい、野球を始めたきっかけは何だったんですか？初めは友達の誘いで、その練習参加に行って、そうですね、それが野球との初めての、あれですね、小学校3年生の時ですね。小学校3年生。静岡県の掛川市の出身で、はい、まあ出身地の近くは、ジュビロ磐田。これサッカーのチームですよね。はい。もあったけども、それでも野球を選んだっていう感じですか？そうなんですよね。ちょっと初めは、はい、僕サッカーやりたいって言ってて、お、もう、そうだったんですね。はい、小学校の休み時間とかでもずっとサッカーをやっていて、うん、でもなんか、その友達に一回来てみっていうことで、野球やりに行った時に、はい、ボールを投げることがすごい楽しくて、やっぱドッジボールもすごいやってましたし、それで野球やりたいなと思って始めました、ね。野球を始めてからずっとピッチャーですか？それが初めはキャッチャーから始まりまして。はい、そうなんですね、はい。最初はキャッチャーから始めて、じゃあいつ頃からピッチャーに、そうですね、やるようになったんですか？小学校5年生ぐらいの時に、キャッチャーやってて、肩が強かったので、うん、ちょっとピッチャーやってみるみたいな感じになって、やってみたら、はい、もう本当ボールが、ボールだけは速かったんですよね。でも、ピッチャーやるってことはやっぱ怪我のことも、あったんですよね。そうですね。高校時代、はい、3年生の10月に手術をして、はい、手術しまして、もうずっとボール投げるのが好きで、球も速くてってなって、はい、でも怪我しちゃってボール投げられないっていう期間は自分にとって精神的にも苦しかったですよね。その野球人生の中で自分の中では一番ちょっと辛かった時期でしたね、はい、うん、肘怪我してしまって、はい、治っても、うん、本当に前みたいなボール投げれるのかとか思ったり、本当に野球続けて入れるのかなっていうのをすごい考えましたね。焦ることは絶対しないようにって自分の中で決めて、やっぱもうゆっくりしっかり回復していこうっていう、まあ切り替えてやってました。でもそうですね、そのヤマハの時のお友達だったり、高校時代のお友達だったり、ドラフトで指名された時はやっぱ仲間からたくさんメールとか連絡来ましたか？そうですね、もう本当、メールいっぱい来て、はい、もう本当1週間じゃ全部見れないぐらいメール来ましたね。はい。ちゃんと返し切りました？はい、もう全員。よかったです。ためずに。はい、そうだったんですね。けど、ヤマハといえば私のイメージでは、ピアノだったりエレクトーンっていうイメージがすごくあるんですね。楽器のイメージもあるんですけども、はい、鈴木さんは何か弾けたりできるんですか？それが一回、はい、社会人2年目に、はい、ちょっと先輩がギターをやっていまして、おう、ちょっといいなと思って、はい、ヤマハのギターを買ったんですよね。お、ご自身で。はい、ちょっとやってみようってことで。はい。まあ、初めはちょっと、まあ、それなりに形的には弾けるようになってきたんですけど、うん、そっから全然成長できなくて、ちょっともう今ではもう、オブジェとして、なっていまして。素敵な楽器がオブジェと化していると。はい、そうなんですね。はい。またやろうとか、あまり思わないですか？ちょっと、もう、ちょっと心折れたので。心折れましたか？弾くだけ、あ、弾き語り、まあそのいろんな曲ちょっと歌いながらとかちょっとやってたんですけど、僕には無理だなっていうことが今日ギター持ってこればよかったですね。ちょっとでも聴ける。確かに、ちょっとやめてください、僕のプライドがちょっとじゃあもし次スタジオに来てた時には持参してちょ練習してもらって披露みたいな感じで、はい、あ、でも私も幼少期にそのヤマハの音楽教室でエレクトーンやってたんですよ。それこそ聴いてみたいですね。と思うじゃないですか、今じゃ楽譜にドレミ書かなきゃ弾けないんですよセッションですかできない者同士の相当ひどいものですよね。いやな、私ももう一回やろうかなと思いますね。またお話は変えますが、私スキンフォーテッドというグループとして所属しているんですけど、はい、ご存知ですか？グループはしてます。あ、よかったです。周りでどうですか、聞いてる方とかいました？フォーティエイトグループとか SKE のグループの。そうですね、やっぱ高校の時はやっぱりみんな聞いてたりとかしてましたね。僕も一時期中学校の時に若干 AKB にハマって、ハマりました。ちょっと聞いてた時はありましたね。その時推し名いました？僕大島優子さんが結構好きで、はい、優子さんぜひこれから名古屋で活動生活するじゃないですか、はい、ぜひSKU 名古屋で活動してるので、はい、ちょっとだけなんか気にかけていただけたら、そうですね、で、推しメンという枠が空いてるのであれば、そこに日高をね、はい、入れていただけたら嬉しいです。はい。もう推しメンです。本当ですか？はい、や
った。でも本当同年代なんですよ。年齢が近いということで何か共通のものがないかなと思って考えてみたんですけど、アニメ何よを見てました？よく僕がすごい好きだったアニメは野球なんですけど、はい、おメジャーっていうアニメを見てました。ゴロ見てました。見てました。あ、でもあれ見てました。ダイヤのエースとか見てました。はい、見てましたね。高校の時とか見てました。私多分ダイヤのエースの方が見てたかな。漫画とか見ますか？漫画僕 G 読むのすごい嫌いで。待って、一緒ここで見つけました。いや一緒ですね本当に一冊読むのにすごい時間かかっちゃって。いや本当、あの漫画の読み方私分からなくて、はい、次右行ったら左下みたいな分かんなくないですか？本当分かんないけど一緒だ嬉しい余計話が分かんなくなってきて。そうですよね。だからなおさらアニメの方が見ますよね、はい、そうなんですね。わあ、嬉しい。ちょっと結構これは大きな共通点ですよいや嬉しいです。あとじゃあゲームとかどうですか？何よくやってました？ゲームはそうですね、昔はポケモンをよくやってましたね。あ、ポケモン、確かに私もポケモンがっつりやってましたね。でもゲーム得意ですか？ゲーム、あ、すごい得意です。あ、ゲームは得意なんですね、はい、私ゲーム苦手なんですけど、まあ、そこは男女の差ですかね、はい、なるほど。他に共通点あるかな。好きな食べ物なんですか？アボカドがすごい好きで。私も大好きです。そうですか？本当にアボカド何で食べるの一番好きですか？はい、なんか醤油とかマヨネーズとか、ね、あのハンバーガーとかにアボカド入ってるのすごい好きで、はい、ありますよね。確かに実家に帰ると毎日でもサラダでアボカドを食べますね。入れてもらって、はい、なんかダルビッシュ選手が体にいいということで、はい、朝ごはんとかで食べてて、うん、そしたらなんかすごい美味しそうに見えてきて食べたらすごい美味しくて美味しいですよね、はい、確かに。あのおすすめなのは柚子胡椒と醤油とマヨネーズつけて食べるのが美味しいです。でも意外となくはないですね、共通点。そうですね。私は本当嬉しいのはあの漫画が読めないってことなんですけど。あ、僕も嬉しいです。いや、そう、いないんですよ周りに。本当にいないんですよ周りに。なんで逆に読めないのっていう声多くないですか？そうなんですよ。逆になんで読めるのってことですかですよね。こっちから本当ですよいや嬉しいです。私も大収穫ですよこれは。では改めて、間もなく新人合同自主トレが始まりますが、はい、あの今年の新人選手は高校生が多いじゃないですか、はい、やっぱ引っ張っていくみたいな流れになるんですかね。そうですね、うん、もうちょっと社会人入って今まで下がいなかったので、はい、ちょっとやりにくいんですけど、うんうんうん、自分が教えれることはいろいろ教えたいですし、はい、みんな1年生なんで、プロ1年生なので、そうですね、1年目なので、うん、まあ、一緒に力合わせてレベルアップしていけたらなと思います、うん、対戦してみたいバッターって誰ですか？はい、DeNA ベイスターズの筒香選手と対戦してみたいですね。日本の4番バッターですし、うん、自分の力を試すっていう意味でもちょっとやってみたいですね。なるほど。鈴木さんはまあ抑えをやってみたいっていう希望があるそうなんですけども、はい、その理由は何なんですか？野球の9回の1イニングじゃないですか、はい、抑えはその1イニングの3アウトって本当取るのすごい大変なんですよね、うん、その中で抑えて、まあ、試合終わった後なんですかね、マウンドっていう一番高いところに入れる喜びと、うん、その後にベンチからみんなが駆け寄ってくれるその喜びで、やっぱりすごいやりがいを感じるポジションなので、はい、すごい好きですね。まあ自分 の、うんうんうん、のただやりたいっていう希望だけで、うん、まあ中日ドラゴンのために投げるわけですので、うん、やっぱ先発も中継ぎも抑えも、うん、まあ、全てで、まあ、投げれるような準備をして入りたいなと思ってます。もう2月の1日にはキャンプが始まるということなので、ドラゴンズのキャンプはあの練習量が多いと話は私も以前から聞いていますし、特にピッチャーの方はたくさん走る、はい、走らされるっていうイメージもあるので、はい、頑張ってほしいんですけど、走りの方はどうですか？大嫌いです。大嫌いです, 嫌いです。僕も本当に即答でしたねその中日ドラゴンに入る中で、はい、なんかちょっと不安なこととか、はい、心配なことあるかって聞いたら、はい、もう本当それだけなんですね、はい投げることに関しては自信はすごいあるので、はい、何よりも走りってことです。そうなんですよ。いや本当なんかニュースとかの映像とかで見ると本当にきつそうに走りますよね。そうなんですよね。本当に怖いですいやそんな試練も待っていますが、はい、乗り越えて頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして去年は京田選手がセリーグの新人王に輝きましたが、はい、
今年鈴木さんも活躍したら絶対にチャンスはあると思うんですけど、はい、どうですか、狙ってますか。京田選手に続いて、はい、自分も新人を狙っていけたらなと思いますし、うん、まあ、でもそれを狙ってやるんじゃなくて、やっぱその中日のために一試合一試合、はい、まあ、勝ちにこだわってやって、まあ、その結果が、まあ、その新人王という形になってくれたらいいと思います、うん、最後に私から今日の対談の感想を言わせていただきたいと思うんですが、はい、まだ始まってないけどすごい心意気が素晴らしいなと思いますし、はい、すごく期待できる選手だなと思いますし、はい、あの本当私のファンの方に野球が好きな方たくさんいるんですけども、はい、握手会とか SNS のコメントで鈴木選手に期待してるっていうコメントがすごくあるんですよ、はい、それを受けて今日対談してみて、なれるよって、私は中日の力になれるよってことを改めてちょっと感じたので、はい、自慢しときます。もうぜひファンの方に今日はお忙しい中ありがとうございました。私もすごい勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。という、日高柚月サポーター鈴木浩志ドラフト1位ルーキー投手の対談をお送りいたしました。ました。推しメンというところが空いてるならよろしければ私をと、大変謙虚に聞こえながらも、はい、武さん半ば強制でしたね。いやーいいねそういう積極性欲しかったね、はい、味方はねやっぱ多い方がいいなと思うんで、うん、いいと思うよ仲間作って、うん、人気商売だもんねラジオは音だけでお届けしていますが、はい、あれを言いながらメンチ切りながら言ったらしいですからね。いや私だよなと。何言ってるんですか。下から行きましたよ。下から行った。下から行きましたよ。逆に怖いんだけどね、それの方が。でも優しくね、あの、うん、話してくださって、はい、はい、いつか何ですかね、オブジェ化してるギターをね、うん、あのと一緒に私も昔エレクトンやってたので、うん、なんかセッションできたらいいなって思いますね、はいはい。ただまあ武さん。残念ながらと言っていいと思いますが、うん、もうギター熱中してる時間ないですよで、ね、今年からは、ね、うん、もう多分キャンプなんて持ってったらね、もう疲れて多分寝てると思うし、またオブジェ化しちゃいます、ね、まあでもね、ちょっと話をね、ゆずきちゃんとの対談話聞いて心配事ができたね。ほう、あ、もしかして、いや走るのが大嫌いって言ってたでしょ。言ってましたね、即答でした。キャンプで走ってもらいましょう、うん、ね、もうね、走らない選手はね、はい、体制するのはね不可能ですから、うん、しっかり走ってスタミナを作って、うん、まあ簡単に言ったら僕らスランプの時とか、僕がバッターの時とか、はい、バッティング練習しなくていいから走っとけってよく言われたの、うん、だからピッチャーなんて投げることってなかなかできないから、はい、ね、もう走ることがもう全て、もうどうだろうね、9割ぐらい走ることだよね、ピッチャーって。そうですね、練習って、うん、だからね、それをちょっと変えないとプロ野球界では生きていけないかな、うん、どれだけ上半身が強くて上半身の力あったって、うん、必ず最後は壊れますから。だから足で使って投げれるようになれば、うん、ね、いい選手になれると思うので、うん、この辺はね、大いに自分の考えを変えてほしいなと、うん、そうですね、嫌いと言って逃げずに、そう、だから今度会った時には、ね、はい、ゆずきちゃんが、はい、走ってるって言ってどんだけ走った最近つってそうそうそう、俺らが言うと、先輩が言われたらって走ってよって言ってやってね、はい、うん、あの体の大きな投手選手っていうのは、うん、先入観で走るのが苦手とか走るの嫌いだなって思われがちなんですが、うん、でも例えばマッサンだって本当、うん、最後までよく走りましたし、タケさんだってそうでしょ。もうね、マッサさんに限ってはね、うん、もう走ることがメインだったですからね、はい、ですから、まあ、確かに今の野球と昔の野球ってちょっと変わりつつはあるんだけども、うん、今のね、練習ってピッチャーの練習ってあんまり走らない練習が主流になってるのは間違いないの、うん、だけどやっぱり走らないと絶対ダメ、うん、はい、あの走って損することはないから、うんうん、パフォーマンスが下がることはないので、うん、ね、走ることはもう森君に聞いてください、はい、いえいえいえ、そうですからね、はい、ということで、鈴木浩志投手、はい、日高柚月の対談をお届けいたしました。ゆずき目線、ここにクローズアップ。ゆずき目線、ここにクローズアップのこのコーナーは、私、日高ゆずきが最近気になったニュースを紹介します。はい、まあ、最近気になったニュースといいますか、うん、まあ、年末年始の話がいいかなと思うので、ね、その話をさせていただこうと思います。まずは年末なんですけども、
あの1月10日に SK48 が22枚目のシングルの無意識の色っていう曲がリリースされるんですけど、まあそれのまあ歌収録だったり、あとプロモーションだったりをさせていただいてて、ずっとそれで本当に年末忙しくさせていただいてて、すごく充実した年末だったんですね。で昨日もファンの方と一緒に2017から2018のまあ節目を一緒に過ごしたりして、本当に最後の最後まで2017年をファンの方と過ごせて、すごく私は嬉しくて楽しい年末でした。まあ、年始はですね、多分メンバー SK48 の中のメンバーで一番最初に年始め、あ、じゃあ、あの仕事始めしたの私なんですよ。だから本当すごい、これすごい自慢できることだなと思ってて、すごいいいスタートをもう2018年切れてると思って、明日はもう毎年恒例の祖父母のお家に行くんですけども、だからそこで食べるおばあちゃんが作るののドロドロのお雑煮が大好きで、あ、それを明日食べれるって思ったら、もう本当に何でも頑張れる気がするんですよ。それぐらい私おばあちゃんのお雑煮が大好きで、あ、じゃあもう結構原型ないぐらい煮詰めて、ないっすね。あ、そう。で手作りのその青のりとか、なんかそういうのもなんか乗せてくれてて、本当に美味しいんですよ。それが明日食べれるので、私は今日のラジオ終わったらもう早く寝て、早起きして、親に連れてってもらおうと思うんですね。そう、もう父はもういるんですけども、母と一緒に迎えたいなと思いますし、今日はまた母方の方の、おじいちゃんおばあちゃん家に、帰るんですけども、そこには小学5年生のいとこがいてですね、すごい私に懐いてくれてるんですよ。だから、まあ、その子に今日も朝行って頑張ってねって見送られながら私来たので、すごくなんか幸せな感じで、本当に2018年始まっているので、いい年にしたいなって思いましたね、本当に。まあ、たけしさんもね、ゆずきサポーターもそうですが、まあ、年末年始、暇よりは忙しい方がいい人たちですからね。いや、暇でしたよ、僕。本当ですか？嘘で。昨日何にもなかったし。あ、お家でいました。ずっと食べてました。食べてました。いや、でも、ね、今日の調子はね、食べ過ぎ。食べ過ぎ。暇でしたよってラジオの沖の皆さん、たけさんおっしゃってますが、30まで仕事してましたよね。仙台行ったね。ね。で今日また仕事してますんで。確かにもう一日しか、ね。だって今日お年玉くれるって言うから来たんだよ。あれ？東海ラジオからお年玉。東海ラジオからね。いや、でしょ？回収しただけです。あれみんな下向いちゃってるから、スタッフの。武さんが回収しただけですもんね。今日お年玉もらって帰らなかった。そうですね。ちゃんときっちりもらって帰りましょう。そうですね。いや、本当にいい年末でしたよ。まあ、あとね、お雑煮は、はい、なかなかこう、同じ地区でも、家庭によってこう、だいぶ差がある食べ物ですけれど。違いますもんね。やっぱ、でも男は、ちょっとこうお餅に歯ごたえあった方が良くないですか。どうですか。どういうお雑煮ですか。僕ね、雑煮語れない。あ、そうなんですか。僕食べない。あ、そうですか。え、何食べます。ひたすら普通のおせち食べますけど。あ、おせちとか、だからね、雑煮までたどり着かなくて、嫌いじゃないけど食べないってやつ。だからここ最近ちょっと食べてないかな。いやー、ぜひね、もううちのおばあちゃんの作ったやつ、今日誘って、あ、今日暇だから来ます。暇だし、明日もラジオしかないからいいよ、全然。あのね、たけしさんがゆずきのおばあちゃんのお雑煮食ってる絵を思い浮かべてください、皆さん。笑うな、地方が無理だよね。いやいや、和みますよ。おかしいだろう。いつかね、本当に。絵面はいいよ。インスタ映えするよ。インスタ映えするかもしれないけどさ。ちゃんと知ってる。はぁってな。よくないですか、ね、映えるように食べるからね。ぜひそれは。ね、食べ物の話だと、来てますか？名トークのね、ラジオネーム、ドラドラゴン、ドラドラゴンさん。ありがとうございます。たけさん、先日、県民賞でカレーうどんは飲み帰りの締めにするかどうか放送されておりましたが、まあ一部の方は締めはラーメンでしょうし、若松選手ツイッターニュースでカレーうどんを絶賛していたんで、ぜひカレーうどん広げてほしいというような内容ですね。若松が言ってくれたの？うん、みたいですね。どんどん広げてくれよ、若松。野球頑張ってよ。美味しいですね。カレーうどん美味しいよね。まあでも名古屋の人は、締めも当然そうだけども、
昼間でもねカレーうどん食べますからね。全然食べますね。うん、だからいつでも、うん、もういつでも、うん、もう昼でも夜でも食べられるから、ね、うん、美味しいですね。名古屋はお雑煮じゃなくてそのうちカレーうどんなんだよね、カレーっていう時代が来るかもしれない ね、松年始は、うん、カレーうどんに雑煮入れても美味しいよね。あ、その、だしみたいな中にお餅入れたりとかして、うんうん、入れても大丈夫だし、ね、確かに、確かにね、うん、ありですね、うん、はい、ありがとうございました、はい、最終的に一体何の話をしてるのかよくわからなくなりましたが、はい、え、一応伊豆木目線の、はい、ここにクラズアップのコーナーでした、はい、ドラゴンズ声の年賀状。明けましておめでとうございます。中日ドラゴンズの伊藤純喜です。今年もよろしくお願いします。はい、伊藤純喜投手です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、充実した昨シーズン1年を過ごされました。改めて年が明けた今の実感はどうでしょう。年が明けて今シーズン始まるなという思いでいます。年末年始はどうでしょう。多少ゆっくり実家で過ごす日々は取れたんでしょうか。いや、もうすぐ年始から動き始めたので、うん、ゆっくりする時間は基本的にはなかったですね。伊藤家の恒例行事っていうのはあるんですか。そう、毎年、うん、その1年の目標を、うん、父親から決めろって言われて、はい、でその言葉を胸に1年過ごせって言われてるので、うん、それですかね。へー、はい、それはもういわゆる野球少年時代からずっとお父様がそうさせている。そうですね、はい。何かにこう書いたりは、色紙に、うん、書くんですけど、うん、でそれを、自分の部屋だったり、小さい子だったら自分の部屋置いておいて、うん、はい、それいつも何ですかね、目につく場所に置いとくというか。ああ、じゃあそれはもうプロ入り後もずっと続けてらっしゃる。続けてますね。へえ、はい。じゃあ去年なんかもやっぱりお部屋にその色紙をずっと置いておいた。はい、置いてましたね。うん、どうでしょう、1年去年終わってですね、まあ、改めて今年に持ち越す課題とかそういったのもいくつか見つかったと思いますが、そのあたりどうですか。そうですね、はい、まだまだ、自分自身レベルアップしていかないと圧倒的なピッチングができないなっていうのはすごく思ったので、うん、はい、その準備を、このオフはしてますね。純喜投手のおっしゃる圧倒的なピッチングっていうのをもうちょっとこう分かりやすく説明するとどんなピッチングでしょう。まあ、相手に諦めさすぐらいの、今日伊藤かって言って嫌がられたり、あ、伊藤出てきたって、あ、これ点取れないなとか、そうやって思わせられるような、存在になりたいなと思いますね。ということは、まあ、ドラゴンズではありませんが、一番分かりやすい例を挙げるならホークスのサファテのような、あれは圧倒的ですか。そうですね、だと思います、うん、もう誰もが嫌がってると思うんで、うん、はい、うん、その圧倒的なピッチングを手にするためには何が必要でしょう。はっきり言って全部まだまだレベルアップしないといけないと思ってるので、はいはい、まあ、そのための、準備、今自分が何ができるのか、うん、何をすべきなのかっていうのを一日一日考えながら、うん、過ごしてますね、はい、圧倒的なピッチングを踏まえ2018年ラジオ機の皆さんへ抱負を最後に教えてください。そうですね、まあ、とにかく、まあ、今年のテーマとしてその圧倒するっていうのを掲げてるので、僕がマウンド上がった時に安心してもらえるような、投球をしていきたいと思いますので、応援をの方よろしくお願いいたします。はい、伊藤純喜投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ウィークリーディープレイヤー、このコーナーは週ごとにドラゴンズの選手をピックアップしてお届けいたしましょう。さあ、2018年年が明けました。今週は荒木正弘選手をお届けいたします。今日のテーマ、通算2000安打達成についてです。荒木さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2018年最初のウィークリーディープレイヤー荒木正弘さんにお越しいただいたわけですけれども、まあ、まずはね、去年の2000安打達成の話を振り返っていきたいんですが、6月3日名古屋ドームの楽天戦で通算2000安打達成、改めまして偉業達成おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしょう、もう半年以上過ぎましたけれども、やっぱりもう2000安打達成した瞬間にその達成感っていうのはあったんですか。ありましたね。もう今はもうほぼないですね。まあでもやっぱね、プロ1本目から一口で2000本って言いますけど、はい、長い長い道のりですよね。そうですね、もう一回やれって言われたら絶対できませんよね。
考えれば考えるほどすごいなと思います。まあ特に荒木さんの場合はですね、まずその守備、はい、足っていう部分からアピールされましたけれども、はい、打つ方途中スイッチいろいろ試してみたりとか、結構その走攻守という部分では一番練習もしたし苦労もされたのかなとも思うんですけど。そうですね、練習はやりましたね。うん、うん、すごい自分で言うのもなんですけども、人よりはやった自信がありますね。で、まあ何年か前ですかね、荒木さんとお話ししてて一番印象に残っているのが、僕はとにかくバットを振って、バッティングに必要な筋肉をつけましたからっていうことをね、教えてくれた時に、うんうん、あ、これは本当にやった人だから言えることだし、だからこそ重い言葉だなと思って受け取ったんですよ。うん、いや、本当にもう野球の筋肉は野球でつけるしかないっていう、まあ、ちょっと古いのかもしれないですけどね、考え方としては。うん、それしか練習方法を知らないので、はい。まあ今でこそね、まあ例えばまあマサさんがワールドウィング行って、はいはい、この筋肉を鍛えるにはこの器具使ってこういう動きとかっていろいろあるんですが、荒、はい、木さんご自身にとってはあまりそういうのは興味なかったですか？まあいろんなことはやってきましたよ、うん。やってきましたけども自分に合うのは何だろうっていうので、うん、やっぱりそこでしたね。ねえ、まあ逆に考えればですね、まあ次に。球団で2000安打に近かった森野選手が、はい、まあ、去年でも引退されるということになりましたけど、はい、やっぱり届きそうで届かない記録なんでしょうね。そうですね。もう本当にもう体力的にもそうですけど、うん、精神的にもやっぱり強くないといけないですし、まあでも、森野コーチの場合はね、やっぱり怪我とか骨折とか結構多かったですからね、その点自分はそういう大きな怪我はなかったので。去年ね、残り39本っていう状況で、シーズン迎えたんで、はい、どうしてももう我々マスコミ言ってしまってたんですけれど、はい、本人としてはあまりこう言ってくれるなっていう感じだったんでしょうか？去年のシーズン入ってからは、うん、もうでも言われてもしょうがないかなって、で、ここまで近くなってきてるから、うんうん、その前の年の方が嫌でしたよね。ああ、そうですか。うん、へえ。まだまだ先がある時にそうやって言われるのはきつかったですね。まあ、でもどうでしょう。改めて振り返って、この2000安打というね。はい、大記録を自分自身の手でまさにもぎ取ったわけですけれども、はい、もう一回やれって言われたら絶対やりたくないですね。さっきも言いましたけど本当にまあそのぐらい大変だったということですね、はいはい、今週は荒木正弘選手ウィークリーディープレイヤーをお伝えしております。通算2000安打について今日はお送りいたしました、はい、さあ武さん、今年はもうね、高知県人という立場で、はい、またこれ別の意味で役割が増えましたね。そうですね、まあ、県に、まあ、若手の指導っていうのもこれ一つ、うん、で、まあ、彼の一つの目標は400盗塁でしたよね、うん、これも達成して、はい、ね、頑張ってほしいかなと思いますね、はい、まあでも去年のね、走塁をいくつか映像で見ても、うん、まだまだすごいスピードでホームまで突っ込んできますよね。まあ元気ですよね。ですから、でも彼なりの足の衰えっていうのはかなり感じてると思うので、うん、まあそこをしっかり2月のキャンプでやるっていうかね、うん、もうそう野球の練習したって伸びしろないですから、はい、足だけ元気に動けば、十分、1年間1軍でね、戦えるかなと思いますので、はい、足、肩をしっかり作って、うん、2月のキャンプを迎えてほしいですね。あと どうでしょうね、まあ、もちろんコーチはコーチで大事な存在です、はい、うん、ただ若い選手が現役でもある荒木選手に言われたアドバイスっていうのは、うん、やっぱりこう別の意味で響きやすかったりもするんでしょうか？まあ、やっぱり近いっていうところがね、選手のこの近いっていうのが一番いいところですけども、うん、まあでもやはり現役もついてきてますから、はい、まあ正直現役8、うん、コーチ2の感覚で多分荒木はいると思いますよね、うん、それを条件で多分コーチ飲んでると思いますから、うん、現役のこだわりっていうのは荒木は強いかなと、うん、選手としてのね、そうですね、はい、まあ、ですからあくまでもやっぱり自分がね、まず戦力になるということをしっかり自分で考えていると思います、はい、ということでウィークリーディープレイヤー、今週2018年1週目は荒木正弘選手をお送りしております。名古屋市港区のラジオネームパノエさん、ドラジカラの皆様、新年明けましておめでとうございます。2018年はドラゴンズドラジカラが明るい話題で満載になりますように、うん、どんなに低迷しても中日ドラゴンズを応援しない選択肢、他のチームに乗り換える選択肢は私にはありません、うん、今年こそというのはもう言い飽きたけれど、それでもやっぱり今年こそ
笑ってシーズンを終えたいんです。昨年に引き続き時間の許す限り名古屋ドームにも通いたいと思っています。選手の笑顔をたくさん見られますように、明るい声をたくさん東海ラジオで聞けますようにという、うん、もう本当に切なる願いのメッセージをいただいております。嬉しいです。嬉しいね。でもやっぱりファン心理っていうのはこうじゃないですか、武さんね。いやだから僕もいつも言うんですけど、悪い時聞くほど応援してあげるのは本当のファンだと思うし、いい時はにわかにドラゴンズファンとかね、多くなるじゃないですか、はい、よく芸能人でもね、私はドラゴンズファンだったとかね、カープの時いっぱい出てきたもんね、芸能人で、ね、そうですね、カープ女子とかもワンスタから出てきましたね。悪い時にほどドラゴンズ応援して、それでまたね、A クラス優勝した時に喜びは倍増だった、はい、中にはカープの選手の名前一人も言えなかった芸能人の人もいましたけど、ね、ドラゴンズファンの皆さん、そんなことはありませんのでね、今年もどうぞ熱い応援をドラゴンズにお送りしていきましょう、また明日お会いしたいと思います。お相手、東海ラジオ森高俊と SK48 がつないだサポーターの日高ゆずきと山崎武史でお送りしました。今年も1年ドラジからどうぞよろしくお願いいたします。